はい、お疲れ様でした。前後半で約1時間という非常に長い動画でしたけれども、最後までご覧いただいて本当にありがとうございます。まあ,あの細井社長はですね、あんまりこう自分が自分がって言って前に出るタイプ、表に出るタイプではないと思うんですよね。テキストメディアとかまあ、ラジオとかそういったものでの露出はあるとは思うんですけれども、おそらく。 こうやって顔を出してこれだけたくさんのことを喋ってくれる映像っていうのはかなりレアなんじゃないかなと思います。あの非常にね重要なことをたくさんおっしゃっているのでえよければ繰り返し見てもらいたいぐらいそれぐらいの価値のある動画だと思います。はい。でえちょっと二さ補足したいことがありましてこうして動画を追加で撮ってるんですけれどもえまずえ音質音の話なんですが、まあ、あの対談の中ではあのやばいやばいやべえ みたいなね本当に幼稚なことしか言えなくて本当に恥ずかしかったんですけれどもちょっとだけ補足しますね。あの当然ながらあの動画に映っていた曲曲以外にももいくつかの曲を聞かのをせててらってるんですただあの時間がなかったっていうのもありますけれどもそんなにたくさんの曲をじっくり聴くような聴き方ではなくって、まあ、23曲34曲ぐらいの、えー、曲の頭1分ぐらい。 を聞くようななそんん感じだったんですねもう本当に音を出した瞬間一聴した瞬間にもうこれはもう全くの別物に生まれ変わったというのがはっきり分かったので、まあ、そこまでじっくり聴く必要もなかったなっていう感じなんですでその中でも印象深い曲がですね「f o u r p の「ちゃんと」っていう曲ですね皆さんご存知だと思います私もよく動画で書けるんですけれども、まあ、この曲は 私フュージョン別に詳しいわけじゃないですけれどもおそらく20世紀のフュージョン界で最高傑作のうちの1曲なんじゃないかなっていうぐらい僕は本当に大好きな曲なんですね。で、えー、この曲の中で私はドラムが主役だと思っていてイントロ部分での「ドーン!」っていうねこの低音がどこまで深く沈み込むかっていうのがやっぱ一番の聞最初の聴きどころだと思うんですよ。 ちょっと電車が走ってるの聞こえちゃうかもしれませんけどであのそれがまず素晴らしかったこれも一発目ですぐ分かりましたで、えっと、ピアノとギターがそれぞれソロを演奏するところがあるんですけれどもそれぞれの楽器のこう曲の一つ一つがエッジの立ったいい意味でね あの非常に明瞭度のある音が前に飛び込んでくるような非常に解像感のある音でしたでベースに関してはこの曲の中ではやや控えめでそ,のそれ以外の3人とかコーラスをこうバックで支えるような感じだと思うんですけれどもそれがねあの後ろの方でさりげなく弾いてるんですけれどもその細かいニュアンスベースの細かいニュアンスまでよく手に取るように伝わったなと思います。であの全体的には 例えば今までがこう曲の音の音符の塊がこうバーンとね顔にぶつかってくるようなパラパラパラとかドーンってぶつかってくるような感じだったとすればえ今回聞いた「4343」はもう音がこう顔とか体でえ止まるんじゃなくて跳ね返されるんじゃなくてもう後ろの方まで体を突き抜けて浸透するようなえそういう浸透力と言ってもいいと思うんですけれどもそれぐらいのなんか違いを感じました。 ケンリクサウンドの音の特徴をひ、まあ、一言で言うとです、ね、これは細井社長が何度も繰り返し言っていたことではあるんですけれども,もうとにかく、えー、音をより自然にストレスなく出させてあげる。 っていうことに尽きるのかなって思いますねで要は各ユニットの本来が持っている力を信じてそれぞれの力を引き出してあげれば結果非常に素晴らしいバランスの取れた音になるっていうそういう感じだと思うんですよねですからねこれはもう本当に聞いてもらった人にしかわからない感覚だと思うんですけれどもその片鱗をですね少しでも感じるためにケンリックサウンドの YouTube チャンネルをね空気録音を見てもらいたいと思います お金の話なんですが対談の中では78万円とかそれぐらいで言ってたと思うんですけれども実際にはそれ以外に発生しているお金があります今回私が県立サウンドにカスタムをお願いしようと思ったきっかけというのがありまして私大阪から三重県に引っ越してくるときに運送会社がちょっとポカをしてあのスピーカーをですね階段の壁とか階段の途中とか床にぶつけて少し破損させてしまったんですよ。 で、えー、これについては、その運送会社の保険が満額下りるっていうことだったので、えー、そこで、えー、っと、その修理費用を、えー、権利区に送って権利区に払う分を負担してもらってるんですね。その時、えー、っと、あ、で、これが権利区のまたこだわりの強いところなんですけれども、破損した部分って面積的にはこれぐらいとかね、まあ、これぐらいとかですよ。 なんですけれども、それを、そこの部分だけを直したら、全体の色味としての統一感が取れないから、すべて塗り替えますと、研磨して塗り替えますということだったんですね。でそこまでやってもらって、修復費が、えー、税別10万5000円、プラス、えー、梱包と送料が片道、えー、梱包送料が片道3万5000円、往復7万円かかります。 ですから最初に言った78万円以外に17万円ぐらいはお金が発生しているということです。まあ、ちなみにですね、えっとまあ、皆さん、多分 JBL4343 を持っていない方が大半だと思いますけれども4343という個体を持っていない人がケンリックに行って、まあ、仮に今回の私と全く同じカスタム内容同じメニューで4343を作ってくれと。 もしお願いした場合はどれぐらいかかるかっていうと、えっと、税別で170万円ぐらいになるそうですプラス先ほど言った片道3万5千円ぐらいの梱包と送料がかかるということになります、まあ、あの非常にねお高いスピーカーですよあの、まあ、もし考えている人がいればねそういう予算感ということで目安にしてもらったらいいかなと思いますただ まあ、比較するのもなんですが、えー、現行品で買える、えー、新品で200万とか300万とかのスピーカーでは、えー、全然ね太刀、えー、打ちできないぐらいの魅力が、えー、私は、えー、あると思っています。はいということですね。でまあ、最後にですね、えー、っと私今回、あのー、こういった対談動画を撮らせてもらってもう本当に感無料っていう感じなんですよ。あすいません電車が走ってるけど あの十数年前に JBL の4343を買ってあれを買ってなければ間違いなく100%私 YouTube を始めて一番最初のきっかけが JBL だったのででまあ実際動画を作り始めて、えー、この4343が自分のチャンネルの中でのこうアイコン的な、えー 形にね結果的にはなったと思いますし実際聴いてて楽しいしですからね4343買ってなければ多分今現在も大阪とか東京で会社員やってると思いますしもう文字通りこの JBL が私の人生を大きく変えてくれたって感じなんですよねだからそういうい意味でもね。 えー、その細井社長と今回対談を取らせてもらったっていうのがもう、なんかもう、もうじきね、えー、家に届くまでにはもう少し時間かかりますけれども、えー、とオーディオルームも今回、リビングから2階に、えー、持って上がって、全く新しい環境で一から音作りを始めるので、そういったところも今後ね、楽しみにしてもらいたいと思います。それでは はい、どうでしょう、今回ね、新しいカメラとレンズのテストということで、外に出てきたんですけれども、今ね、だいぶ暗いんですけど、オートフォーカス、どうですかね、コンティニュアスオートフォーカスはバッチリ効いてるでしょうか。終わります